こんにちは、世界ホームズです。本日は市川市に来ています。この付近は高台のエリアになります。元八幡駅から約 2.7 キロありますので自転車かバスを利用しましょう。久々に癖の強い物件ですよ。外回りから説明していきます。同じ敷地の中に連棟式の建物が建築されています。ガスはプロパンです。この奥の壁が隣の建物とつながっています。室内はつながっていませんが、二棟一括なので問題はありませんね。綺麗な方から見ていきましょう。最近まで賃貸されていたそうで、こちら側の建物はまともです。お風呂は昭和の雰囲気のタイル式です。給湯器は浴室内ではないので浴槽を交換したのかもしれません。見たことがないタイプのウォシュレットです。この部屋は過去にリフォームしたんでしょうね。このままで住めそうです。キッチンも比較的綺麗です。床下収納もあります。ちょっと待って。この辺はふかふかしてます。2階は和室から洋室に変更したんでしょうね。高台なのでサッシを開けると涼しい風が入ってきます。床もしっかりとしています。エアコンはかなり古そうですね。ここに住みながら隣をリフォームするか、ここを貸しながら隣をリフォームすることもできます。次は問題の建物を見てみましょう。こっちではないです。玄関の雰囲気は違いますが、似たような間取りです。お風呂も同じですね。トイレもです。キッチンは手入れがされていないのでとても汚いです。床も壁も汚いです。DIY に自信がある人向けですかね。2階の床は問題なさそうです。物件の紹介は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。